ゴーラ駅は、神奈川県足柄下郡箱根町ゴーラにある、箱根登山鉄道の駅である。駅番号は、O57。神奈川県内の普通鉄道としては最高地点に位置する駅である。当駅は変則的な駅構造で、登山電車は2面2線を有するが、箱根湯本駅よりの1番ホーム、奥の2番ホームが縦に並ぶような配置になっている。 駅舎の構造上1番ホームと2番ホームを直接行き来することはできない。旅客ホームの隣にはも21型が留置される側線がある。またケーブルカーは2番ホームの横より発着し、北側が校舎ホーム、南側が乗車ホームとなっている。現行ダイヤでは、登山電車は日中は2番ホームから発着、それ以外の時間帯では1番ホームを使用している。 他客機には一番ホームを校舎専用ホームとして使用する場合があり、一番ホームで客扱い後、箱根湯本方の踏切付近まで引き上げた上で二番ホームに入線させている。そのため、踏切の遮断機は二番ホームへの入線完了まで開かない。改札はいずれも友人である。かつて一番ホーム側には自動改札機が設置されていたが、 パスも使用開始時に撤去され、代わって1番2番ホームで入り口にパスも簡易改札機が設置された。また、ケーブルカー降車ホームから2番ホームへの乗り換え通路にも入場用のパスも簡易改札機が設置されている。以前は1番線の延長線上に2番線があり、1番線が降車ホームで2番線が乗車ホームと分かれていた。通常時間帯は1番線で降車後。 二番線に改装され折り返す。しかし、一番線出口に自動改札機が設置されていた時期は、深夜など一部の減便される時間帯のみ、二番線を乗車ホームとせず、一番線で乗降し折り返す列車が存在した。増便される時間帯は一番線、二番線に列車が並び、一番線が、 乗車ホームのため2番線の後に到着した列車が階層で即線に退避し、1番線列車が発車した後に再び退避させた電車を1番線に入線させるという手順を取っていた。また、箱根を文字焼き開催時の当時の臨時ダイヤは増便時間帯ダイヤを拡張させたもので、即線に手前と奥に2両編成と3両編成を1、編成ずつ一時的に留置し、 祭り終了に合わせて、それぞれ一番線、二番線に戻し、箱根湯本行きとした。駅舎は、山小屋をイメージした特徴的な建物である。1997年頃まで、駅舎の右側に木が立っていた。特徴的な建物ゆえにドラマなどに、たびたび登場することがあり、テレビ、東京系列で放送された、アニメ、爆走兄弟レッツボー。では、 雨の降るゴール地点として描かれている。終日社員配置駅。出殺窓口、自動券売機設置。なお、箱根登山鉄道の表示看板やパンフレットでは、各駅の標高が示されており、かつては553メートルと表記されていたが、2013年の再調査で541メートルに訂正されている。昇華、箱根八里が鉄道線。 工作船ともに使用されている。鉄道線工作船で、それぞれイメージの異なるバージョンが使われている。なお、1981年に線形電車が導入された際、姉妹鉄道であるスイスのレーティッシュ鉄道から大型のカウベルが贈呈され、それまでの発車ベルから駅員が紐を引いて天井に吊るされたカウベルを鳴らし、乗客に発車の合図を知らせていた時期があった。 近年の1日平均乗車人員推移は下記の通り。2番乗り場鉄道線の駅構内には、坂7電車の U1 型と、モハ3型の115号が保存展示されていたが、腐食が進んだため、1999年までに解体、撤去された。保存されていた場所には、前述のバス用ターンテーブルが設置されている。ありがとうございます。